ベタメタゾーンは糖質コルチコイドであり、ステロイド抗炎症薬、免疫抑制薬として用いられる。他のステロイドと比べて、ベタメタゾーンは糖質コルチコイド作用が少なく、ナトリウム及び水貯留を引き起こしがたい。気管支喘息、腹腎不全、ネフローゼ症候群等多岐にわたる炎症の治療に用いることができる。皮膚炎や皮膚相揚症に対しては難航。軟膏 クリームローションが用いられる。ステロイド外用薬として、日本での格付けで五段階中四のベリーストロングの、ラクサンプロピオン酸ベタメタゾンやベタメタゾンジプロピオン、酸エステル、3のストロングのベタメタゾンキッソーエステルがある。気管支然息重積発作、副腎クリーゼ、増血器腫瘍などの治療には、錠剤や注射剤が用いられる。ベタメタゾンは、リン酸エステル、 キッソー酸エステルなどといった複数の化合物による製剤がある。材形は、錠剤、軟膏、クリーム、注射、座剤、中腸液、点眼、点尾、点字液など様々なものがある。ステロイド外用薬として使われ、日本での格付けで5段階中4のベリーストロングでは、ラクサンプロピオン酸ベタメタゾンやベタメタゾンジプロピオン酸エステル3のストロングでは、 ベタメタゾンキッソー酸エステル。サンベタゾンガンジビカ用、液0.1%、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウムステロイド点がニ薬。吸収率の高い部位、頬、頭、首、陰部では、長期連用しないよう注意し、顔へのストロング以上のステロイドの使用は、推奨されない。全米皮膚炎学会によれば、ステロイド外用薬離脱の危険性を医師と患者は、知っておくべきで、 強いステロイドの連用は2週間までとし、その後少しずつ前減して減らしていくとした。重大な副作用として添付文書に記載されているものは次のようなものである。ありがとうございます。